を使わずに揚げ物をサクサクジューシーに仕上げるフィリップスノンフライヤーをご紹介いたします。では早速使ってみたいと思います。では今回は唐揚げを作ってみようと思います。あらかじめ下味をつけました鶏肉をこちらのトレイの部分に並べていきます。ではお肉を並べ終わりました。こちらのトレイを本体にセットしていきます。本体の上にあるダイヤルで温度調節をします。今回唐揚げです。唐揚げは180度です。次に本体の真ん中にありますダイヤルで時間をセットします。唐揚げは12、3分が目安です。さあ出来上がりました。では早速見てみたいと思います。美味しい、簡単、ヘルシー、フィリップスのノンフライヤー、お手入れも楽々です。ぜひこの機会にご検討ください。